や何やってんだよ素晴らしい。あ笑いの大変のきかったごめんなさい。被害者ワールドだけや、被害者ワールドだけや。もう明日煽り散らかして、よしよし、来る来る。ここは貨物室。貨物室です。はい、うん、いいな、俺とインポさんの仲やん、はい、ライトさんがインポさんです。謝罪ボタンです。今日から話聞きます。成長したね、えらい大きくなった。もうね、貨物に3人はいて俺は笑いそうになってしまったよ本当に。なんで？え？いや普通貨物に湧かないじゃないですか。まあ死にポチだしな、まあ、うん、え、あ、そうなの？キッチンにも3人湧いたんで、うん、死にポチだしなって言った時に何も考えてません。え、そうなの？映画これ全部貨物で湧いてんだけど。え、早く危ないよ。早くボタンを押してくれって思ってたよ。まあね、基本やっぱマップの真ん中あたりが安全っすよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。だから発見されやすいからね。メインあたりが安牌でね。え、そういうことか。貨物で一人で湧いたとか言ったら怪しまれんの？いや別に怪しまれるわけじゃないけど。どういうこと？そこまでじゃないけど。あのなんかずっとクラマちゃんとラブマツがあの貨物で湧いてたんだよね。貨物だよね。そういつも二人で湧いててあれまただと思って。やめろ。どういうことか。貨物の顔なしにやめろ。なるほどね。何言われた？怪しいな。こうなるの。いやもう本当笑いそうになったわ。いや笑うの、だショットボタンお好きないもんな。いや俺はお好きないからね。よいしょ。いねえな。なんだ今の、なんだ今の動き。あ、5番、あれ？あれ？あ、あ、2人？これは2人で？あ、2人死んでる、タブキル。あ、トキヤさんとノスケはね、絶対白い。もう絶対違う。何もしてないマジで。どこにいたん？トキヤさんとノスケさんね。メインで湧いて、アーカイブ、最後アーカイブやねんけど、二人でずっと、関西弁やんな、お互い。関西弁やんなってずっと言ってた。どこ、どこ出身みたいな。アーカイブ2、ミーティングが1。はい。あと、右にちょこちょこ点在してた。左はもうない。オッケー。のすけさん、これちょっとあれ再起動いけますか？のすけさんの声聞こえないです僕。あれ、さっき再起動してんけどな。あ、今聞こえる。あ、大丈夫だもん。あ、よかったよかったよかった、ありがとう。あ、僕のすけさんだと思ってますこれ。あ、そうなの？じゃあお前やわ。あ、違う、僕クラマさんがトイレの声聞いてるんですよ。トイレ行って、はいはい、多分のすけさんアーカイブから弁当で飛んでないですか？多分それで。いや、ちょっと待って、トキヤさんと、もうなんか二人手つないでたもん、俺とトキヤさん。マジで。今回は、これはだから、そうやったら、ここ二郎になる。ここ二郎になるから、ライトさんよ。じゃあ、ライトさんは。あ、じゃあ、じゃあ違うんだ。じゃあ、僕違います。僕違うんですよ。その証明がどう？いや、なのに俺って、なの？ヨウタは黒塗りにしたけどね。まさかの右にいるんじゃない？多分。うん、僕は左でコックピット見に行こうと思ったんですよ。あれ、ミーティングから降りてきて、あ、ミーティングいたのがマサ君か。そうですそうです。そこから通信室の前ぐらいで通報があったんで、本当はコックピット見に行こうと思ってたんですよ。で見てません、その間誰ともすれ違ってないからみんな消えちゃったのかと。いや左はいなかったはずです。確かに一人動いてたのは、はい、それがマサ君だったのか。オッケーオッケー、分かった。エムヤンさんどっから来たんそれ？エムヤンさんは貨物室、右から来た。そう、貨物室でラブマツさんと湧いて、僕は金庫のタスクをやって、で診察通ってエレクトリカルに入って、メインホールが最終ですね。はいはい。ラブマツさんは最後、今ちょっとずっと黙って、あ、僕診察室なんだけですけど最後、
で、あの診察室でバイタル見てて、うんうん、大丈夫だねって言ってて、でもう一回ちょっと戻ったで多分あれ今お会いしたんですけど、でその後見たらクラマ君死んでて、うん、でその間すれ違ったのって、お会いしたんですか？あ、見ました、僕が通報しました。で多分今誰だっけ、今誰だっけ、今すれ違った人 F ヤンさんだと思います。全然ああでしょ、多分これ F ヤンさん、ゴミを捨てよう。あ、間違えた、こっちだ。押す。ナイス。はい、どうも。お、F ヤンが押してるね、はい。疑われてしまったのでボタンを押しました。これは白いな。ラブマツさんは確かにエレクトリカルの前で合ってますよ。はい、合ってますね。最後ですよね。鳴る直前ぐらいの。そうです。で僕はクラマくんを見てないです。ちなみにクラマくんどこだ？逆にラブマツ。どこですか、ラブマツさん。貨物から診察室の、あの廊下みたいなちっちゃい細い廊下のところに。それは無理があるんじゃないですか。そこで死んでたら僕が会ってないとおかしくないですか。いや、そうなんですよ。だからもう、あ、F ヤンさんだと思って、実際 F ヤンさんって分かんなくて最初、あの、うん、停電してたんで。で、声だけ聞こえて、うんうん、あ、うん、と思って、今絶対あの人犯人だと思って、うん、前回になんで僕から言ったら、うん、あの怪しくなっちゃうんで、うん、なんでちょっと誰かが僕と最後会ったってことを言ってほしかったんですよ、うんうん、そしたらあ F ヤンさんが会ったってことが分かったんで、あ、じゃあ、はい、絶対 F ヤンさんだってなったんですよ。あ、なるほど。逆にその貨物でラブマツさん一緒に湧いたじゃないですか。湧きましたね。ラブマツさん下の方行ってエレクトリカルのドア開けられなくて手こずってたのを僕が開けてあげて、なんでラブマツさん右に戻ってったんですか。最初に一人会ったんで、会ったというかその暗かったんで、はい、その、はいはい、人と会うと僕逃げる習性があるんで、それでちょっとあのやべえ殺されると思って一回逃げたんで小動物みたいなやばいと思って逃げたんですけど、あ、なるほどなるほど。その後にあのバイタル見たら一人死んでて、あのクラム君死んでたんで、うん、と思って、でこうと どういうことやと思って上行ったら死体があったんですよ。正直だからラブマツさんじゃないのかな、バイあの電灯使ってきてる可能性があるから、ローラーでっても僕言いづらくて。弁当、あれか、あの、どう思います？使ってくる可能性あんの？シャワーからの弁当だけだね。スカウトさん、ライトさん。アーカイブからはない？アーカイブからは多分その、シャワー、ライトさん行ったから。トキヤンのすけで見合ってるんじゃない？のすけトキヤはアーカイブで、うん、ライトさんとすれ違って、ライトさんシャワー。そこにローない限りはないんじゃない？はい、うん。どうライトさん。ライトさんもあるけど、まあでも俺ここローラでいいと思うけどね、結構。ローラします？ライト、スキップしよう。喋れますけど。いや、別に。どうします？なんかもう、一死体の場所分かってない以上、アルトまで視野に入っちゃうからどうだろうなってなったけど。マジで？まあ、それになってくると、マサ君も入っちゃうからな。俺の証言を取らないんだったら。すげえ頭使ったもん。困るんだよな。僕の証言を取らないってなると、マサ君も容疑者に入っちゃうから困るんだよな。左にはいないから。ラブマツさんがあんな写真をしてると優しく押せるんだね。なんかこんなこと言ったらあかんのかもしれないけど、うん、なんか会議終わった瞬間ラブマツさんがだって俺頭使ったもんっていう声が聞こえちゃってんけど俺も聞こえた。頭使いましたよ。頭使いましたもん。それを、だから、それをね、ちょっとこう、良い方で捉えると、ね。良い方でないから。頑張ったねっていう話になると。僕、こんなに、あれじゃないですか、釣るのに発言したことないじゃないですか、だって。知らんよ。だって、やっと喋れたと思って、自分のこの、まとめ上げたのがちょっと嬉しかったんで。そうやな。そうだからね。それで嬉しかったんで言っただけであるなんかインポスター連れてすごい喜んでる感じがあるから、うん、いやでも話の話の時系列的にF ヤンが俺んとこに入ってきたタイミングと F ヤンの証言とラブマツの証言を照らし合わせるとラブマツの証言の方がなんか合ってそうな気がするなっていう印象がちょっと強い。合ってる合ってる。あとね一個ね気になるんがね、ライトさんが静かなんよね。
いや、確かに僕は結構もう すごい聞いてました。あの、すごい聞いてました。貨物室で湧いてるんですよ。ラブマツさんと一緒に湧いてます。で、うん、ラブマツさん速攻バイタルに降りてってるんですよ。多分、ラブマツさんずっとバイタルら辺にいたんだなって想像ついて、で、最後、あの、クラマさんと会ったって言ってるじゃないですか。で、クラマさんは僕はトイレで見てるんですよ。トイレのタスクやってるの見てて。うん、で、多分もちろんアーカイブで多分湧いてるんですよ、クラマさん。で、僕はそのまますれ違って、シャワー室とか下っていく間に、のすけさんとそのタイミングで出会ってるんですよね。うん、攻めるわけじゃないですけど、なんか突然ののすけさんへのすりつけがあった。そう、ちょっとね。あれは、なんかその、僕、ちょっと話聞けてなかったんですけど、ラブマツ会ってないと思ったんで。ないじゃないですか。金庫、あの、貨物ら辺でのすけさん。ラブマツさんを白で取ったら、ライトさんを落とせば、一応来そう。うん、そうやと思う。俺、ライトさん落としていいと思う。いやー、俺これ。何を言ってるんですか？僕はない、ない、絶対ないよ。信じてる。ラブマツさん白やったら、そこローラーで。いやいや、ない、のすけさんですね、これは。のすけさんだじゃん。おかしいよ、お前だろ。ライトさん落とすの？落とすの？もんな。落とすの？Fやんじゃなかったにしても、ライトさん落とせば落ちそう。何を言ってるの？どうしよう。よいしょ。よいしょ。ほっ。よいしょ。シュッ、シュッ。怖いわー。うわー、びきしゃー。こ、ナイスボタン。アルトが死ぬ？え、違う、ラブマツか。あれ、ラブマツ何？アルトが死ぬ？いや、今アルトが一瞬アイコンないように見えただけ。ああ。左のアイコンのところ。これ最終位置洗います？お、俺が今直したところ。俺今メインからエンジン入るところ。メインからエンジン。うん、まさアーカイブです。昇降機の右側から。ああ、わからんな。でもラブマツさん、貨物で湧く習性あるから、そうやったら俺、マサさんになるんよ。貨物で湧く習性貨物で湧く習性あるから、ラブマツさん。あんだけ言われたのに。なんか、ここまで来ると、もう、のすけときやんは、もう、置いていいんじゃない？後ろで置くよ。うん、だこうなると、マサアルトでマサ6、アルト4ぐらいで俺考えてる。まあだって直してるもんね、ただの。いや、まあでもね、こっち来てる施設もあるから分かんない。のすときやんは今一緒なの？今は一緒じゃなかった。僕は金庫で、バラバラにいるのか。で、ときやくんが、ミーティング押してくれてるから。うん、まあほとんど一緒やった。ミーティングでずっと来てるし。アルトの可能性拭いきれねえ。さっきなんでライトさん釣る必要あったんだってなっちゃったから。ラブマツさんが白い場合っていうのは、ライトさんの、まあ、のすけさんのよく分からない殴りも加味して上で、シャワーにいるから、まあ、飛んでベントキルもあるかなってちょっと思った。いや、俺はもう、もう影静かライトは怪しかったっていうのが1点と、ただのは、俺を疑うときは、ちょっと困るのが1点あって、うん、俺はアドミンを見ていて、まさくんと、まあ、証言は合わないんだけれど、左にはいないのよ、人が。うん、僕とまさくんしかいないから、あの時のタイミングって。はい。はい、うん。いや、だからなんだよね。だからなんだよな。どっちだ？いや、わからん。まあ、ゴリゴリみんな浮いてるというか、わかんないね。まだ。まあ。たぶん次、のすけが浮き上がしに行きます。やだー。お願いします。スキップ入れとくね。二郎残ってないと思う、さすがに。F やんで落ちてるんじゃねえかなと思うんだよな。F やんないしはライトだね。わかんないな。絶対。
大丈夫、それはないから。おおおおおおなるほど、おおなるほど、よし。え、白くないですか。いやいやいや、おー、え、だって押すわけなくないですか。あ、まあ確かに確かに、キルクール的なあれこれでね、うん、5人場面5人場面だと俺これ白取りきれねー。わかる。いや俺もさっき俺これでインポスターだったんだよな普通に今俺エレクトリカルのレバーガチャガチャしてる途中だった。あの聞いてください、僕がボタンを押しに行った何ですか、心境を。何ですか。僕が頑張って白照明をするには、うん、何ができるかなとボタンを押すかなと思ったんです、うん、でも逆にいいです。そっか、白く思わせるためのボタンか。そうですよ、そうですよ。あー、なるほどね。そうですよって言うてもうてるよ。もともと黒いから。いや、だってさっき6割って言ってたから、うん、名前は赤色やし。名前赤色ね、自分の画面とね、マサさん今名前赤色やもんね。いや、だってマジで影丸がマジでどこにいるのっていう。そう、それがわからんだよな。だから影丸がね、そもそも左にいるんだったら、もうだってアルトはいくらでも操作できるから、アドミン情報握ってんのこいつしかいないから。なるほどね。で、左にあの出てきたのがマサさんだけっていうのであればいくらでも濡れるし、でもノスケトキヤ白いし、そう、うん、そう、おかしい。ムサキトキヤノスケしか信じられへんよ。そもそも左にいないからな。だね、まあね、それをね、信じるか、それを信じればマサだ、それが違うってなればあると思ってある。感じたんだよ、もう俺の目線もうどう、それしかないのよ、もう俺はね。え、タダノンくんってさ、その影丸くんが死んだ時ってエレキおったけど、うん、あれはキッチンとかから通ってきたの。え、それともメインから来たん、エレキ。エレキ、あ、でももう結構前から覚えてないか。F ヤンと会ったっていう話の時だよね。そうそう、バイタルどうのこうのみたいな話。キッチンで沸いて、で、もう電気バチバチをずっとやってたからエレキからマジで動いてない。はいはいはい。っていうだけ。わ、うん、かんねー。修正の方向で行くなら、やっぱマサさん最後疑われたらボタン押す修正あるんじゃねえか。そう、いやいやない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 。それは修正生徒ね。ラブマスさんの修正理論を引きずりすぎて、そんな修正僕にはおかしい。修正って嘘つかんから。いや、修正精査大事よ。修正。なんだよ。やばい、ボタンあるもん。助けて。いや、最初に来て、一緒に来て、怖い、怖い、怖い。怖い、怖い、怖い。やばい、やばい。わー、おるおる。一緒に来て、怖い、怖い、怖い。ちょっと上がる、上がる、上がる。あー、押された。こいつやぞ。大変のきつかった。大逆転勝利。どうすればよかったの。トキヤさんが、今の俺が下で死んでる。俺が下で死んでる。そうそうそう。いや、ただのおらへんやん、ただのおらへんやん言うてて。え、さてあれ直すところ、直すところ。何いや、惜しい。それ見つけてたらね、鳴らして終わりやったから。そうそう、キルクールだったんですよ。もうトキヤンが、トキヤンがこっち来た瞬間勝ったと思ったのに、こっち、うわうわうわとか言って言いながら、そう言ってくれたから。トキヤン、トキヤンさ、トキヤンさ、あのアルトにあんだけ近づいてキルされてないんだから、ゲルクール溜まってないに決まってんじゃん。いや、俺アルトさんさ、もて遊んでるかなと思ったのよ。なるほどね。あのね、パニックしちゃったね。トキヤさんして多分ものすごい怖かったと思うけど、俺無言で突っ立ってるからさ。
ナイスアルトさんしましたね。もうだってアルトジャンってほらアルトジャンって感じ。いやサボタージュあれで正解でしたね、僕ね。あれやね、今思い返せば修正全部うせたな。全部うせたわ。修正さんはやめた方がいい。修正なんかクソくらいやわ。いや、だってラブマツさんは多分もう貨物で湧いちゃいけないって思ってるから、ほぼ貨物で湧かないと思うよ。だってもう、アルト、アルトがだってライトさん釣りに行った時点でおかしいんだもん、もう。いや、おかしいない。釣りに行く人ないの。ラブマツさんがもうナイスすぎてさ。そうね、もうラブマツさんに言ってた。いや、マジいい感じだったのにな。いや、松の推理めっちゃよかった。ねえ、まさか戻ると思わなかったんだよな、ラブマツさん。